エバリスト・ガロア、エバリスト・ガロア、エバリスト・ガロア、1811年10月25日から1832年5月31日は、フランスの数学者及び革命家である。フランス語の原音に忠実に、ガロアと表記されることもある。数学者として10代のうちに、ガロア理論の構成要素である、タイロミや、軍論の先見的な研究を行った。 ガロアはガロア理論を用い、ニールス・アーベルによる5次以上の方程式には一般的な大数的解の式がないという定理、アーベル・ルフィニの定理の証明を大幅に簡略化し、また、より一般にどんな場合に与えられた方程式が大数的な解の表示を持つかについての特徴付けを与えた。また、数学史上初めてカテゴリー論的操作によって、 自らの理論の基礎を構築している。軍論は数学でも重要だが、数学以外、例えば物理では相対性理論や量子力学などを厳密に形式的に記述するツールとして用いられる。また、計算機科学、特に理論計算機科学において、ガロアカラダ、特に数二のガロアカラダ F は最も多用される数学的ツールの一つである。このように、 大数学で重要な役割を果たすガロア理論は現代数学の扉を開くとともに20世紀、21世紀科学のあらゆる分野に絶大な影響を与えている。しかし、ガロアの業績の真実と重要性、先見性は当時世界最高の研究機関であったパリ、科学アカデミーをはじめ、カール・ガウスやオーギュスタン・コーシー、カールやコビといった歴史に名を残した。 同時代の大数学者たちにさえ理解されず、生前に評価されることはなかった。軍論の基礎概念とも言える集合論が、ゲオルク・カントールによって提唱され、ガロア理論へと通じる数学領域が構築されるのでさえ、ガロアによる、ガロア理論構築の50年も後のことである。ガロアの遺書となった友人宛の手紙には、後の数学者たちにとって、永年の研究対象となる理論に対する着想が、 僕にはもう時間がないという言葉と共に書き綴られている。例えば代数的には解けない5次以上の方程式の解を与える大円モジュラー関数による超越的解の公式の存在を予言し、そのアイデアを記している。なお、この手法はガロアの死後50年の時を経て、シャルル・エルミートによって確立される。ガロアについては、軍論の内容が難解なこともあり、一般には、 その激動の生涯の方がよく知られている。その数学的業績は、死後14年経ってから注目を集めるようになったが、一方で、ガロアの生涯や人物像に関しては、長年にわたって資料が散逸した状態が続いていた。ガロアの生涯に関する最初の本格的な研究の成果は、1896年に発表された高等、師範学校、 イーコリーノーマルサプザーアイアの歴史学教授、ポール・デュピュイの約70ページの論文、エヴァリスト・ガロアの生涯、LA by D エヴァリスト・ガロアであった。デュピュイは、ガロアの母方の親戚や、姉の遺族、及び当時まだ存命だった、ガロアの学友の証言を得た上で、様々な資料をまとめ上げてこの論文を完成させた。また、有名な、ガロアの15歳頃の肖像画も、 姉の遺族が所有していたものがデュピュイによって同時に発表されている。この論文は、その後発表されたすべてのガロアの生涯研究における原点となり、今日まで影響を与えている。以下の記述も中期がない限りは、デュピュイの論文に基づいている。ガロアは1811年、パリ郊外のマチブールイコールライコールレーヌに生まれた。父ニコラ・ガブリエル・ガロアは、 当時、公立学校の校長で、後に町長に任命された。社交的な性格であり、即興で死を作ることが得意だったという。母、アデライド・マリド・マントは、親族に法学と古典の教授が多かったこともあり、教養の深い人物であった。また、2歳上の姉、ナタ・リーテ・オドール、後のシャントロープ人、3歳年下の弟、アルフレッドがいて、この5人家族は、 明るい家庭を築いていたようである。エバリストは12歳までは母親の下で教育を受けていたが、1823年からはパリの名門リスである寄宿制のリセルイコールルイコールグランに入学した。ガロアが入学した当時、王政復古とイエズス会の影響もあって校長は保守的、宗教的であり、生徒たちは校長にしばしば反抗した。このような校内の雰囲気が、 ガラワの性格や思想に影響を与えたようである。一方、学業においては入学した翌年の第三学年には、ラテン語の優秀賞やギリシア語の最優秀賞を受けるなど良好であった。しかし翌年の第二学年になると学業をおろそかにするようになり、また、健康も優れていなかったので、校長からは第二学年をもう一度やり直した方が良いという意見が出された。 当初は予定通り修士学級、第一学級に進んだものの、やはり態度は改まらず、結局に学級から留年することとなった。そこで時間を持て余したガロアは、数学準備級の授業にも出席するようになった。当時のフランスでは、数学教育は重視されておらず、数学は将来の進む方向によって補修科で教えられて、いたのみった。当時の数学教師、ベルニエ、 本名ジャンイポリット・ベロンは若く熱心であり、エウクレーデスからアドリアン・マリエル・ジャンドルに至るまでの幾何学を教えていた。ガロアの学友によれば、ガロアはル・ジャンドルが表した初等幾何学の教科書を読み始めたところ、すっかり熱中してしまい、2年間の教材を2日間で読み解いてしまったという。また同時に、彼は五次方程式の解放を発見したと錯覚し、 凡庸な数学的才能しか持たないベルニエは対応に苦慮したようである。記録によればベルニエをはじめとする教師のガロアへの評価は時間を減るごとに低下したようであり、また学校は数学への熱狂に支配されていると評価している。1897年にガロア全州に序文を加えたエミール・ピカールはガロアが数学の才能を開花させたことで 過度の自尊心が芽生えてしまったと評している。また1828年に理工科学校エコールポリテクニークの試験に挑戦したが失敗している。同年にはガロアは飛び級で数学特別級に進級した。この時収めた物理と科学では少しも勉強しないと国評されている。一方、数学ではルイポール・エミール・リシャールという優れた教師であい、リシャールも ガロアを高く評価した。またリシャールから、代数方程式解放に関するジョゼフル・イラグランジュの論文を進められたようで、その影響で1829年4月1日に、最初の論文、循環連分数に関する一定理の証明、デモンストレーション,ン,ン DUN、テイオレムスールレフラクションス・カンティニズ・ピリア・デテイを発表している。約1ヶ月後、 ガロアは17歳の若さで素数字方程式を大数的に解く方法を発見し、その研究論文をオーギュスタン・ルイ・コーシーに預け、フランス学士院に提出するように頼んだが、実際には提出されなかった。1971年に数学士カルネ・タトンが発見した書簡によれば、コーシーはガロアに面会し、その論文を1830年1月18日の 学士院会合の場で発表すると約束しておきなが、その日は体調不良により欠席し、それ以降の会合でもガロアに言及することはなく、結果的にガロアの論文は紛失された。こうしたコーシーの若い才能に対する無関心は、現代に至るまで、口実のリガテリなどによって批判されている。ただし、この経緯には異説もあり、加藤文言はコーシーが、 ガロアの理論を高く評価し、アカデミーの数学論文大賞に応募するためにの論文を新たに提出させたと主張している。コーシーは、その後、フランス7月革命を契機に、フランスを離れ、帰国したのはそれから8年後だった。さらに1829年7月2日、ガロアの父ニコラがパリのアパートで自殺した。 ガロアの親族がデュピュイに語った内容によると、当時は王政復古の影響で、教会は保守的な勢力で占められ、教会の司祭たちは自由主義的な思想の長長であるニコラに対して何かと反発していた。そこで彼らはニコラの死の文体を真似て卑猥な死を作り、それが彼のものであると言いふらした。その中には家族を傷つける者も,もあった。ニコラは精神を病むに至り、 その結果自殺したという、父を敬愛していたガロアにとっては当然この事件は深い傷となった。さらにその同月、または1ヶ月後には、彼は再び理工科学校への受験に挑戦したが、失敗した。伝説によれば、この時の口述試験の担当者が、対数に関する苦問をしつこく出し、ガロアの回答に満足しなかったために、頭に来たガロアが、その試験官に向かって、 黒板消しを投げつけたという、理工科学校は最も高等な数学が教えられ、さらに自由主義的な雰囲気に満ちていたためにガロアは入学を絶望していたが、その入学試験は2回までと制限されていたため、ガロアの望みは絶たれてしまった。その後、ガロアはルイルグランに隣接するもう一つの有名な大学、準備学校、エコールプリパラトワーア、 後の高等師範学校を目指すことにした。願書受付期間はすでに過ぎていたが、リシャールなどの後押しによって8月20日から25日まで入学試験を受験し、10月25日に入学が認められた。さらに12月には文科及び理科のバカロレアにも合格した。なお、理科の試験において数学では10点満点中8点を与えられ、才能に恵まれており、 非常に注目すべき研究精神を持っていると賛されたが、物理では彼は全く何も知らず、とても良い教師になれそうもないと告評されている。1830年2月20日には学費支給を受ける代わりに卒業後は10年観光教育のために働く、胸の契約書を提出している。宣誓書提出の少し前にガロアは、 以前、ーシーが紛失した論文を書き直した上で、改めて、フランス学士院に提出した。だが、その審査員で論文を預かっていたジョゼフ・フーリエが、休止したため、またしても論文は紛失してしまった。こうして、立て続けに起きた不運や挫折は、ガロアの政治活動をますます活発にさせた。準備学校において、ガロアは、オーギュスト・シバリエという共和主義者と出会っている。 シュァリエの影響で、共和主義に傾倒していったガロアは、フランス7月革命が起きた時に、自分も参加しようと試みた。しかし、日和見的な校長のジョセフ・ダニエル・ギニョーはそれを許さず、生徒を校舎に閉じ込め、革命収束後に発足した、旧態依前の臨時政府に従う旨を決定した。武器を手にして革命に参加し、戦火に身を投じた、理工科学校とのあまりの対応の違いに、 ガロアは、反発を強めていった。8月6日、準備学校は、市範学校、エコールノーマルと改められ、修行期間が2年から3年に伸びたため、早い卒業を望んでいたガロアを一層苛立たせた。ガロアは、旧神教和派の秘密結社、民衆の友の会、葬式でイミスリーユーププルに加わり、さらにたびたび校長の言動に反発したため、目をつけられるようになった。 12月3日、一連の疑念の対応を嘲笑するようなガロアの記事を学校新聞で発表したため、疑念は12月9日にガロアを追放し、1831年1月3日に正式な報告処分が決定した。以前、ガロアが執筆した論文が不運によって二度も紛失したことに同情した学士員のシメオンドニ・ポアソンが、 ガロアに、もう一度学士院に論文を提出するよう呼びかけ、その誘いに応じて1831年1月17日に、再度11ページの論文、方程式のべきねによる、破壊条件について、メムアオスールレ・カンディションスでリザリアビリットで、イキジアンス・パー・ラディコを提出した。また彼は1月13日より毎週木曜日、ソルボンヌ通りの海洋書店において、いくつかの心理論を含めた、 大数学の講義を行うなど、数学的活動を続けていた。一方で、その頃のガロアは、相当すさんでいたようで、女性数学者、ソフィ・ジェルマンはその様子を記した書簡を残している。それによると、ガロアは、数学の会合で悪態をつき、さらに家庭でも、生活態度を改めなかったために母は家を出ざるを、得ない状況となり、まるで狂ってしまったようだったという。また、 親族の言い伝えによれば、ガロアは家族の前で、もし民衆を放棄させるために誰かの死体が必要なら、僕がなってもいいと口にしていたという。4月、解散を命じられた国民軍19人が制服を着用して、パリの街中を歩いたために逮捕された。この事件は5月2日に無罪判決が出たが、その日の夜にレストランで開催された祝宴会において、ガロアは ナイフの切っ先をグラスに突き出す形で、ルイ・フィリップに乾杯と叫んだ。これが王の命を脅かすものとして、翌日ガロアは逮捕された。6月15日に開かれた裁判では、ガロアは自分が不利になる供述も平然と言ったが、弁護士の努力により無罪となった。この裁判の模様は、アレクサンドル・レデュマの回顧録にも詳細に記載されている。7月14日、ガロアは、 大学の学生で、同じ民衆の友の会のバンサン・デュシャートレと共に、国民軍の征服と以前王の命を脅かしたナイフを着用して、パリ市内を更新し、ポンヌフ教場で逮捕された。12月3日に有罪が確定し、デュシャートレは禁庫3ヶ月、ガロアは禁庫6ヶ月の刑を宣告された。サント・ペラジー刑務所において、かつてポアソンに送った論文が、 説明不十分で理解できないから、もっとわかりやすく書き直してほしいというポワソンの返事と、共にガロアに返却された。加えて、刑務所内でガロアは、他の囚人からいじめられ、飲酒を強要されることもあったことが、同時期に国中にいた薬学者のフランソア、バンサン・ラスパイユの国中記に記されている。また、姉、ナタリーや、弟アルフレッドは何度かガロアの元へ面会に、 訪れているが、12月付のナタリーの日記にはガロアが、ひどく、不健康で吹け込んだ様子が記されている。また、同じ共和主義者のオーギュスト・シュバリエも何度も面会に、訪れ、友情を深めていたようである。この年の暮れより、パリ市内で、これらが流行し、ガロアは経験を1ヶ月残して1832年3月16日、監獄から数百メートル離れた。 大鳥へ療養所へ仮出所した。その後、そこで失恋を経験したようで、5月25日には、今後の予定を記しつつ、絶望に打ちひしがれた心境を綴った手紙をシュバリエに送っている。そして、つまらない色女に引っかかって、血統を申し込まれたという胸を述べる。しかし実際には自らを射殺させる相手は、以前に逮捕されたことのある、国民軍19人のうちの1人であり、 友人のバンサン・デュシャートレであった。その後、すべての共和主義者へと題した手紙と名前のない二人の友人への手紙の二通の手紙を書く。またポアソンから返却された論文の添削や、シュバリエイの数学的な発想を断片的に書いた手紙を、僕にはもう時間がないと走り書きしつつ、大急ぎで仕たためている。そして30日早朝。 パリ近郊ジャンティーユ地チクグラシエールの沼の付近で決闘は行われた。その結果ガラワは負傷し、その場で放置され、午前9時になって近くの農夫によってコシャン病院に運れた。ガラワが牧師の立ち会いを拒否した後しばらくして弟アルフレッドが病院に駆けつけた。弟の涙ぐむ姿を見て、ガラワはこう言ったという。それが、 最後の言葉となり、夕方には、福幕炎を起こし、三十一日午前十時に息を引き取った。彼の葬儀は六月二日に、モンパルナスの共同墓地で行われ、二千から三千人の共和主義者が集まり、民衆の友の会の二人の会員が弔辞を読み上げた。現在その墓地は、跡形も残っていない。1982年、没後百五十年を記念した墓碑が、 ブールイコールライコールレーヌに建てられている。ガロアの死後、シュバリエは遺書に従って1832年に、百科評論雑誌、レビューインスイクリピーディックに、死者証伝、ネクロラジーと題した、ガロアの論文等を掲載し、彼の弟アルフレッドと共に、カールフリードリヒガウスや、カールグスタフヤコブヤコビなどへ、論文の写しを送ったようだが、 当初は誰もも理解できるものはいなかったようである。しかし、何らかのきっかけでその写しが、ジョゼフ・リュービルの手元に渡った。リュービルはこの論文を理解しようと努め、ついに1846年に自身が編集する、純粋、応用数学雑誌、ジャーナルド・マシマティック・プユアーズエアプラケイズに、掲載された。その際、ガロアが生前認められなかった理由を、 簡潔にまとめようという意識が過剰であり、明快さに欠けたためと分析している。リヒャルトデーデ・キントは1855年から1857年にかけて、ゲッティンゲン大学でガロア理論に関する最初の講義を行った。カミー・ユジョルダンによって1870年に発表された667ページに及ぶ、著書、痴漢と、大数法定式論。 トレイトでサブスティトゥーションスへで生きジアンス。アルジブレイクは、ガロア理論に関する、包括的な説として最も古いものである。ジョルダンはその序文において、本書は、ガロアの書論文の注釈に過ぎないと述べている。1848年には、マガザンピトレスク、また新ピトレスク、差し絵付け雑誌の意に、ガロアに関する匿名の短い伝記が、弟のアルフレッドが記憶を辿って描いた。 肖像画と共に掲載されている。1872年には、ガロアの母が84歳で亡くなっている。1897年には、エミール・ピカールの序文付きで、リュービルの編集した、ガロア全集が刊行されている。ガロアが起こした、血統の原因は、ある女性の名誉を守るためと言われていたが、忠実な共和党員であった彼の死は、 反動派か秘密警察によるものという説もあった。その中でも有名なのが、レオポルト・インフェルトの1948年の著書、神々の愛で死人、フーム・ザ・ゴーズ・ラブである。その根拠として、インフェルトは以下の点を挙げている。しかしながら、インフェルトは自説に、都合の悪い箇所はわざと隠していた。デュピュリが、ガロアの親族から聞いた言い伝えによれば、ガロアは、 恋愛相手の女性の叔父と言い名付けを自称する二人の人物か決闘を申し込まれた。ガロアの遺書によれば二人は愛国者であった。またアレクサンドル・デューマはカイコロ録においてガロアは民衆の友の会の一員であるペシュー・デルバンビルという人によって決闘で殺されたという一文を残している。これらの資料をもとにインフェルトはデルバンビルが決闘によって ガロアを殺したスパイであったと記述している。だが、共和主義者の秘密結社に潜入していた、警察側のスパイの正体は、1848年の2月革命の折に、そのスパイの一人であったルシアンドラオットによってすべて、暴露された。その時、デルバンビルは、フォンテーヌブロー城の管理という重要な役目を任されており、彼がスパイだったということはあり得ないとデュピュイは、 記している。さらに、ガロアが、サント・ペラジー刑務所において、僕はつまらない色女のために、決闘で死ぬこととなるだろうという自分の将来に、対する予言が、ラスパイユの獄中期に書かれていた事実を、インフェルトは、意図的に自身の作品に書かなかった。なお、この決闘にまつわるガロアの親族の言い伝えは、不自然な点が含まれるため、いずれも、 アルフレッドの創作ではないかとデューピュイは推している。インフェルトがこのような作品を記したのは自身の祖国ポーランドがナチスドイツの侵攻を受けガロアに自身の姿を重ね合わせたためと思われる。なお、インフェルトは電気の文頭と文末に新しい証拠が発見されて真相がさらに明らかとなる可能性は極めて疑わしいと述べている。 1962年、アメリカ合衆国ニューヨーク州のイサカで科学誌の国際会議が行われたとき、ウルグアイの数学者、カルロス・アルベルト・インファントッツィによって、血統の原因と言われていた女性の蘇生が明らかとなった。彼女の名は、ステファニー・フェリス・ポトラン・デュモテルといい、ガロアが最後に暮らした、ホートリエ療養所の医師で所長だった人類・ポトラン・デュモテルの娘であった。 彼らは親子共に親切な人物で、ガロアは次第にステファニーに恋愛感情を抱くようになって、求婚したらしく、それに対する5月14日付でのステファニーによる断りの手紙の文面がガロア自身の筆跡で、シュバリエーの書簡の裏に転記されていた。その内容は文面を見る限り礼儀正しいものであり、少なくとも残された文章を見た印象では、 彼女がつまらない色女と表現されるような人物などではなく、そもそもガロアの遺書自体が真実を記したものとは言い切れないことも明らかになった。1993年、イタリアの数学史研究家、ラウラト・ティリン・ガテッリは、ガロアの生涯に関する著書、バリケードの中の数学、マティマティカス・ラバーコテを発表した。彼女は新資料として、 ガロアの死に関する記事が掲載された1832年6月1日付のリオンの新聞先駆者プリッカーサーを挙げている記事にはガロアの年齢を22歳であったとかルイ・フィリップ乾杯事件で有罪になったなどの語気が含まれるものの文章自体はよくまとまったものであったその記事によればガロアはかつて同時に法廷に出たことのある友人 LD によって殺され その際は用意した拳銃の片方にだけ弾丸を込め、くじを引いて、どの拳銃を使うかを決めたという子である。なお前述の通り、ガロアと一緒に法廷に出た人物といえば、リュシャートレしかいない。その上で、リガテ、リは、決闘であるならばかつ、可能性もあるのに、ガロアの死を確信した遺書に対する不自然性を指摘し、決闘の真相を次のように解釈している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。